ガブリエル・デストレとその妹ビアール公爵夫人。ガブリエル・デストレは、フランス王アンリ4世の愛称。ブール・デジエール城で、クーブル・コー・アントワーヌとフランソワーズ・バブルドラ、ブール・デジエールの娘として生まれた。ガブリエルは21歳で、アンリの愛称となった。アンリは、カトリック同盟特等している最中だった。彼は、マルグリット・ド・バロワと正式に結婚していたが、別居して、 それぞれが幾多の愛人を囲っており、アンリとガブリエルは愛し合っていることを一目もはばからず、隠そうともしなかった。ガブリエルはアンリの遠征に同行した。臨月の帝でも戦場近くの王の陣営そばに、八重し、王の世話を焼いた。彼女は知的で、現実的な女性で、王はしばしば彼女に意見を求めた。カトリック教徒のガブリエルは、この内戦に勝つには、アンリ自身が、 カトリックに改修すべきだと考えていた。1593年7月25日、アンリは正式にカトリックに改修し、1594年に大冠式を行った。その例に、ガブリエルの夫との結婚を無効にしてあり、ガブリエルは、モンスー伯爵夫人の称号を得た。ガブリエルは、アンリの最も有能な外交官で、カトリック同盟内の多くの女の友人らを、 起用して平和に貢献した。彼女は、アンリと共に馬にまたがって、漁や遠乗りをするのが好きで、よく、パリ郊外へ出かけていた。およそ7年の間、ガブリエルは、アンリの事実上の妻であり、3人の子供を産んだため、1597年に、ボーホール公爵夫人の称号を授かった。1599年、アンリは、ガブリエルとの再婚を考え、 教皇庁にマルグリットとの結婚の無効を申請した。神様か王様の死亡以外に私の幸運を断ち切れるものはない。と豪語していたガブリエルは突如として重病にかかり、4月初めに男児を死産した。ガブリエル渋滞の知らせはフォンテーヌブロー宮殿にいた王のもとへ届けられた。その翌日の4月10日、アンリは愛称のもとへ向かう途上に不法を知らされた。 王は深く絶望した。ガブリエルは毒殺されたという噂が広く囁ささかれた。彼は国威をまとって、藻に服したが、愛称をなくして、このようなことをしたフランス王は彼一人である。王はガブリエルを王妃として弔った。彼女のひぎは王子、王女らに付き添われて、サンドに大聖堂へ運ばれ、ミサが挙げられた。ありがとうございます。